こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラはローライフレックスの中盤フィルムカメラボディ、ローライフレックス 3.5F になっております。定番中の定番モデルですね。はい、2.8F と並んでプロの写真家さんから、アマチュアの方まで幅広く、愛用されているモデルとなっております。2.8F よりもですね、だいぶ軽量になっていて、このバランスもいいんですね。2.8F は結構ですね、この前のめりのバランスなんですけれども、3.5F はですね、軽量で、しかもですね、このバランスが前後、とてもいいんですよね。ですんで、女性の皆さんとかにも愛用されておりますし、普通にこう首から下げて歩きながら撮影するんでも、すごく首への体への負担が少ないんですよね。なんで、こう街歩きなんかですごく重宝するモデルになってますね。で、2.8F よりも若干画角が広いんですね。2.8F は 80mm レンズが搭載されているんですけれども、こちらの 3.5F は 75mm クセナーが搭載されているんですね。プラナーとクセナーがありますけれども、こちらは今回はですね、クセノタール、クセナーとも言いますけれども、こちらが搭載されております。プラナーよりも数が少なくなっておりまして、こちらの方が写りがいいという方もいらっしゃいますので、ぜひですね、お早めにチェックしてみてください。はい。では外観から見ていきたいと思います。ご覧いただいてます通りですね、目につく、経年間使用感、擦れ当たり、凹みとかは、ほぼほぼ見当たらない、非常に綺麗な状態、備品といって差し支えない状態だと思いますね。はい、ご覧いただいている通りですね、針側の剥がれめくれとか、変色、金属部分の腐食、サビ、汚れとか、ほぼほぼ見当たらない綺麗な状態ですね。ご覧いただいている通りですね、うっすらですね、ちょっと、サビが出たりとか、こういうとこですね、茶色く皮がですねなっているところもありますけれども、全体的にはとても綺麗だと言って全然差し支えないと思いますね。外観につきましてはこの動画と画像もたくさん掲載してますので、客観的にもご確認をお願いいたします。はい、いいですね。レンズもすごく綺麗ですね。ティークレンズ、ビューレンズともにですね、擦れ傷、ひっかき傷とかコーティングの剥離、摩耗など見当たらないですね。中玉にももちろん曇りカビとかバルサム切れなど見当たらない感じです。チリホコリの混入もですね、こう目視でほぼ確認できませんので、撮影して画質に影響があったりとか、あとこの視野に、ファインダーの視野に影響があるような箇所は全くなしと思っていただいて大丈夫です。はい、ウエストレベルもすごく立ち上がり、畳み込みともに問題ないですね。ルーペも綺麗です。はい、フォーカシングスクリーンも綺麗ですね。変な書き込みがあったりとかですね、傷だらけだったりしませんね。ミラーの劣化もなし、内部にも腐食、サビ、汚れなどないですね。はい、露出系もすごく元気に動いてますね。はい、ご覧の通りですね。はい、はい、露出系ですけれども、こう構えて左側のこのピントダイヤルのここにあるのが露出系ですね。この細い方の針、この動いている方の針が露出系ですね。露出を測ってくれてるわけですね。でもって構えて、この右側にあるダイヤルが、これがですね、まあ、ライトバリューといって、この絞りとシャッタースピード、同時にこう動くようになってるんですけれども、右側のダイヤル、この左側にあるボタンを押しながら動いてもらうと、動かしてもらうと別々に動きますね。右側のダイヤルがシャッタースピード、左側のダイヤルが絞りになってますね。はい、で露出系ですね。で、露出系のこの細い方の針が露出系なんですけれども、この絞りとかシャッタースピードを動かすと
この先の丸い針がこう動くんですけども、この細い露出系の針にこの先の丸い針をこうやって合わせてあげることで、重ねてあげることで適正露出を得られるという仕組みになってるんですね。はい、まあ大体ですね、60分の1から250分の1でもって絞りは、まあ、開放から8ぐらいまでの間でですね、こう調節してもらえれば大体露出合う感じになると思いますね。はい、という感じです。あとはですね、はい、このクランクが奥に1回回してフィルムは巻き上げ、反対側に1回半回転回してシャッターチャージがされる仕組みになってますね。はい、シャッターのチェックをしていきます。シャッターは低速の1秒ですねから見ていきましょう。これ1秒ですね。はい、1秒、はい、安定して刻んでますね。はい、次が2分の1秒になります。はい、これは2分の1秒ですね。はい、こちらも安定してます。次が4分の1秒。はい、いいですね。低速のシャッターに粘りとかないのがお分かりいただけます。次が中速、60分の1秒です。はい、こちらもしっかり切れているのが、はい、お分かりいただけますね。でもってこのクランクの動きもですね、重くなったりガリガリしたりせずに感触の悪さは感じないですね。最後、500分の1秒高速シャッターですね。これも一瞬ですけどしっかりと、はい、切れているのがお分かりいただけます。シャッター低速から高速まで全く問題なく切れてますね。でもってローライフレックス特有の非常に静かなシャッター音ですね。はい、このピントの繰り出しも平行で滑らかに動いてますね。はい、フィルムはこちらから入れていただきますね。底面のこの矢印に従ってこう、はい、開けていただきますね。こちらにフィルムを入れてこちらから巻き取っていただくわけですね。はい、中身に金属の腐食、錆、汚れ、素材の劣化などありませんね。後玉の曇り傷などもありませんね。はい、綺麗な感じです。はい、ディフューザーもついてますね。でもってレンズキャップですね。はい、この純正のレンズキャップもついております。はい、でもって本個体ですけれども、熊本の中村工学様においてオーバーホール施していただいております。シャッターと、フィルムの巻き上げ送りと、カウンターとオートマットですね。オートマットっていうのはフィルムの装填ですね。それと、レンズと絞りダイヤル、ピントの調整と一通りにおいてオーバーホール、分解調整、調整を施していただいております。はい、ということでオーバーホール済みのローライフレックスの定番二眼レフカメラボディローライフレックス 3.5F になっております。はい、非常に人気のモデルとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。